はい、色欲第2話やっていきますよ。おはこんにちは、広報急行でございます。相変わらずアイムシアンさんは凝ってますね。まずちさ、ロードしてんだけど このゲームで使われた場所を探さないでください。二度と戻ってこれなく、ほんと無駄な書き込みやめてくださいよ。これほんと怖いから、ほんと怖いよっていうか、煽ってくるのほんと怖いから。うん、さ、女子トイレ行こっと。女子トイレとかお前、あの、ゆめみくん、なんだい、こんばんは。鈴木、一緒に帰ろう。え、鈴木、家の方向近くない？いいじゃん、ゆめみくんと帰りたいの。振られたら死ぬとかマジでやめとよ。ねえ、一緒に帰ろう、あの世へ。いいよ、来いよ、この胸にかけて。ほんと陰夢中ぜえな。ゆまくんのお母さんって例の世界が見えたんでしょ。ゆめみくんね。そうだよ、ゆめみくんには見えないの。実は僕ちょっと障害者で、俺には何も見えないよ。そうなんだ。ゆめみくんっていつもどこか見てるか、何か見えてるんだと思った。死後の世界ですよ、色欲。ゆめみくんっていつもどこかで見てるから、うん、なんで俺を見てるの。こうしたいんです、はめたいんですよ、はめたいんですよ、はめたいんですよ、ドストレート。別にたまたま見てただけよ、だけだよ。そうなんだ。誰だよ写真撮ってるやつ。夢、例の見る夢の存在。彼女、鈴木レミをはじめ、クラスのみんなは知らない。俺は高校では例の見る夢のことは隠していた。知らない方がいいこともある。母のその言葉は忠実に守っていたからだ。ゆめみくんに霊感があったら解決してほしいことがあったのにな。なんだよ、なんだよ、握しろよ、握しろよ。どんなこと。超能力です、レベル6。あれ、そっちじゃねえよ。バイバイ。あ、勝手に歩いてたんだけど、こんな噂知ってる？振られたら死ぬ。なんだそれ、なんそれ、マジでそれだよ。ラモンと本当それだよ。みんなこの学校で振られて死んじゃった女子生徒がいたんだって。へえ、昔か。振られて死んだ。うん、その時から噂が始まったんだって。噂はね、言い出すとそれがね、実体化するからね、絶対噂っていうのはね、作っちゃダメなのよ。本当に。どのパターンであっても。この学校で告白した女の子が振られると、その子に連れされて死んでしまう。そんな噂を信じて告白できない女の子もいるんだよ。そうなんだ。今回ね、じゃあ、女の子が、
ゆめみくん。どうしたの？おかえり、お兄ちゃん。
Thank you.
Thank you.